ッコカリ藤原ラジオカズですかな。カズです。ひまわりチャンネルにね、ひまわりチャンネルパイセンですね、先輩に言われまして、これあのいただきまして、はい、おーちゃんパイセンにいただきまして、ね、どうですか。そうですね、あんまりしっくりこないです、ね、今日ですね、はい、やっぱり3回目じゃないですか。これが限界を感じました、やっぱ一人で前回、はい、出演交渉をさせていただいて、はい、OK いただいたチャンロクの、はい、メイン MC の、はい、テレビユー福島、はい、アナウンサーの、はい、松井綾乃さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。綾です。こういう松井さんの方がしっくりしてます。そう、松井さん呼んでくれてありがとうございます。いえ、本当に忙しい中ありがとうございます、ということで今日は松井綾乃さんのことについていろいろと話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もう何に聞かれるのか何をするのか本当にわからない状況で来ました、はい、今回今 TF さんのホームページを見させていただいて、はい、松井さんのプロフィールを、おお、いいですね。松井綾乃、どん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 掘り下げていきましょう。それじゃあこれを元に、はい、対して面白い話ないですけどね。ちなみに生年月日が2月29、これ年齢はあれなんですか、 NG なの。あ、 NG じゃなくて私7歳です。ちょっとうざいですよね。いや本当に本当に29日だから、これルーの誕生日どうやるんですか。一応その29日が終わったタイミング、そうなの。なんかそのね、決まりがあるんですよ。でも例えばその誕生会とかどうするの。家族は2月にやってましたね。3月になっちゃうと誕生月変わっちゃってるから。確かにね。28にやるんですか。28にやります。まあでもどっちも私は誕生日と思ってお祝いしてもらってもいいですし。え、北海道小樽市出身。魚が美味しい運河の町。あ、待って、写真が趣味と書いてあるんですね、これ。そうそう、でお休みの過ごし方は相棒のカメラ。最近どっか行かれたことありますか。最近ね、なんだかバタバタしてですけれど、よく行くのは、名前出して大丈夫だと思うんですけど、ああリステルさん大好きで、アンブレラスカイ、天井に傘いっぱい並んでて、それこそ映えですよ。いやチャンロク的。ちょっと今度はじゃあそこで収録しましょうか。けどね、まだ川又で写真撮ったことないんですよ、ね、撮ってくださいよ。川又なんかいいとこありますよ。ちょっと今思い当たらないんで、いろいろちょっとリサーチしてきます ね、 ね、長い間住んでたはずなんですけど、ちょっとリストアップしておいてください。そうですね、映えないよね。まずはこれ、はい、海外経験って欄もあるんですけど、はい、学生時代はフィリピンの貧困層の子供たちの支援活動をしていました。そうなんですよ。どういうことするんですか。まあ、いろんなね、活動してましたけど、フィリピンの、まあ、セブ島って言ったら、やっぱリゾート地のイメージがあると思うんですけど、セブの中でも貧困層の方々が生活しているところのリゾート地ってやっぱり離れて、そこの子供たちに対するいろんな支援物資集めたりとか、実際に行って、まあ、レクやってあげたりとか、ご飯作ってあげる活動をしたりとか、海に遠足連れて行ってあげたりとかっていう活動を4年間。4年、1年生の時から始めて、なんか毎年のようにフィリピンに行ってて。じゃあセブ島に肌の浅黒い筋肉質のそういうイケメンがいて、それで帰ってたとかではない。じゃない、じゃない、じゃないんですか。じゃない、そういうことではなかった。本当に可愛い子供たち、本当に0歳とかの子から、まあ、大学生ぐらいまでが対象だったんですけれど、そうした子たちがこう行くたびにやっぱり大きくなっていくし、何度も行くと思ったらまた帰ってきてねって言ってくれるのがすごく嬉しくて、やっぱそういうところ行くと一回行ってみただけの自分っていうのはやっぱ苦しくて、また何か戻ってくるっていうことが、まあ、自分への戒めでもあるんですけど、行きたいなって思うことがあって、そう繰り返し行ってるうちに、観光地だけじゃなくていろんな世界があるんだなって思うようになったのが、報道をやりたいなって思ったきっかけの一つで、意外と真面目。いい話でしたね。ね、
使うなよ。悪い。そうそうそう。これ藤原ラジオですからね。僕の唯一僕の番組っていうの。そうでしょ。株上がっちゃうじゃない今。上げてきましょう上げてきましょう。いい話でしたね。ねえ。だからなんだよ。洋服興味ないし、なんかいい意味よ。本当いい意味なんですよ。本当いい意味で金のかからなそうな女だなって。言葉は悪いですけど、本当にいい意味で。でもね、お父さん言ってました。お前は金かかんないから絶対嫁に行けるって。いやもうそういうところだと思う、本当に。は言われました。うん、ね、いいじゃない、好きになるでしょ。好きな女性ですね。そう。みんなよろしくお願いします。そうなんですよ。本当に金かかんないんだろうな。まあ、でも時々思いますよ。いわゆる。女子アナ、うん、でこうでいいのかなって思うことはあります。例えばネイルみんなしてるんです。してないですね、それは。めんどくさいんだもんだってでもまあほら人前に出るじゃないですか。だからあの最低限きれいにしておこうと思うんですけど、よくペンとかついてるんですよね。そういうのだけはちゃんと落とそうって思う。ほんまに大雑把なんですか。でも A 型でもまあ認めましたよね。多分大雑把、結構大雑把系だと思う。あ、豪快だというか。なんか昨日ね、それこそ台本があって、はい、で松井の松っていう字って、はい、なんか旧字っていうか難しいでしょ。起源にあの漢数字の8に口って書いてさ、でその台本が本当に松あの木のさ、うん、オーソドックス、そうそうそう、いわゆるその松井になってたわけ、うん、本番中にでそれリハーサルかなんかだっけね。で松井ちゃん見て松井になってるよ、あこれね、あ大丈夫です、それ私作ったんですって。他の進行表とか台本が全部その松井の感じでやってるの。要は他のスタッフが気使ってね、はい、ちゃんとね、そう、うん、やってるのに本人が一番気にしてないんだから、あ、ちょっと面倒くさくてもう松井しましたって。読めればいいんですよ、読めれば。それでよかったんかいみたいな。ちょっとゲームを考えてきました。はい、それをちょっとやってもらって、わかりました。さらにお二人の進行を深めていただこうかな。はい、わかりました。声モテたなってことはね、彼女いますとか、はい、奥さんいますみたいな人からいいですか、ちょっとファーストキスって、これ僕の質問じゃないんですよ。答えられる、はい、おい、やったー、すごい。ちょっとこれもし使いにくかったらモザイクかけてくださいね。はい